今日は個人的に一人暮らしいらなかったものをご紹介します。一つ目はプロジェクター。起動までに時間がかかるし、暗いところでしか見れないのが残念。テレビだと3秒で起動できるし、かかる時間でも楽しめる。二つ目はコーヒーメーカー。豆から挽くのは確かに美味しいんだけど、お手入れが大変で使わなくなるんですよね。こだわりがそんなにないならネスプレッソとかで十分かも。三つ目は水切りかご。場所を取って邪魔になるので収納できるラックとかキッチンタオルを使ってみて。四つ目は三角コーナー。掃除が大変だからポリ袋にポイッ。ヘルカのマルチポットがあれば電気ケトルはいりません。1年間使ったんだけどガチで腰痛くなるから買うなら小さめのソファーとかがおすすめ。